はい、健康生活チャンネルの海老原孝弘です。今回はですね、健康と美容にいいチョコレートの選び方4選についてお伝えしたいと思います。で、今回はですね、チョコレートについてなんですけども、あなたはチョコレートって食べることがあるでしょうか？まあ結構ありますよね。というか、好きで買っている方もやっぱり多いと思います。やっぱりね、そのお菓子といえばチョコレートというか、間食といえばチョコレートというか、まあちょころっとしたのちょっとした量から食べれますし、手軽ですし、やっぱ美味しいんですよね。なのでやっぱりそのチョコレート食べてる方が多いんですが、まあ正直ですね、チョコレートは私は健康にいいとは思ってはないんですけども、だからといって無理にやめるのはね、ストレスがたまりますし、チョコレートを食べることでね、ストレス解消される方もいらっしゃる現状では、はい、今日からあなたはねチョコレートをやめてくださいっていうふうに言ってもですね、まあなかなか難しいと思いますので、まあなかなかそこまで言えないところなんですよね。ですので今回はですね、あなたがチョコレートをやめられないのはもう認めましょうと、もうチョコレートはやめられない、もうそれはもうしょうがないとして、じゃあですね、チョコレートをやめられない代わりに、健康的についでに美容的にも正しいチョコレートを食べていただくようにしていただきたいと思って、今回の動画にしました。で、選び方を考えるだけでもですね、健康被害がかなり防げて、なんとですね、逆に体にいい効果まで手に入れることができるようになるんですね。で、この動画をご覧いただくことで、あなたが普段食べている太るし不健康になるし病気につながるという間違ったチョコレートを脱してですね、まあ、かなりマシであるチョコレートを選んでいただけるようになりますので、ぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは、健康美容ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしますので、お見逃しがないので、ぜひ今すぐチャンネル登録をお願いします。ということで、美容と健康にいいチョコレートの選び方についてお伝えしたいと思います。で、あなたはですね、いつもどんなチョコレートを食べていますか？例えばですね、そのミルクチョコレートであったりとか、クッキーがついたね、チョコレートとかありますよね。そのクッキーの上にね、チョコレートがドカッと乗ってるやつだとか、逆にそのクッキーの間にチョコレートが挟まってるやつとかもありますし、パイがね、そのチョコレートでコーティングされてるやつとかありますよね。そのマシュマロ入ったパイとか、ありますよね。あるいはそのキノコだとか、タケノコの形をしたやつだとか、まあこういったものが、いろいろそのチョコレートってありますが、まあ、チョコレートってやっぱりその多くの方が大好きですから、その分だけね、種類がものすごくたくさんあるんですよね。ですが、今挙げたチョコレートは全て1個からでも健康的な NG な商品なんですね。っていうふうに思いますよね。もうそれぐらいですね、適当にこのチョコレートをね、あ、これ美味しそうみたいに選ぶと、もう健康的にいい商品には当たらないですから、まあ、正しい選び方をする必要があるんです。でですね、その健康的なチョコレートの話をする前に、まずこのチョコレートについてお伝えしないといけないですので、その話の後にですね、選び方をお伝えしていきたいと思います。で、チョコレートに大事な原料というのはカカオなんですけども、このカカオがないとチョコレートとは言えないんですよね。で、このカカオの実というのは長さ20センチぐらいのですね、まあラグビーボールみたいな、形をしていて、厚さ1センチの硬い殻で覆われているんですね。そしてこの中にですね、30から40個ほどのカカオ豆というものが入っていて、これが原料になります。で、このカカオ豆をですね、発酵させて、納豆みたいにね、発酵させて、そして焙煎して、そして挽いたものがカカオマスという粉なんですね。で、これにですね、このカカオから取り出した油であるカカオバターというのがあってですね、粉がカカオマスで、で、カカオから取り出した油がカカオバターというんですが、これに砂糖と、まあ、粉乳といって、まあ、粉ミルクですよね、を、これらですね、混ぜて練り固めたものがチョコレートなんです。まあ、だからそのほとんどの原料というのはカカオマス粉とカカオバターですから、まあカカオから取った油ですから、これがまあ原料になるんですね。で、そこにその砂糖粉ミルクを加えて、で、そして練り固めた、これがチョコレートなんですね。で、よくですね、チョコレートを買おうと思ったらですね、カカオ何パーセントというふうに書いてるものってあるじゃないですか。あるいはですね、そのカカオマスカカオ豆の粉とですね、そしてカカオバターの合計の量がこのチョコレートの何割を占めているかということなんです。で、このカカオにですね、健康効果が、優れていますので、このカカオの量が多いほど健康的にいいチョコレートだということができるんですね。で、カカオはですね、様々な研究からいい効果があることが分かっています。で、まず有名なのは血圧を下げる効果があるんですね。で、血圧にはですね、上の値と下の値があるんですけども、これは収縮血圧と拡張血圧って言うんですけども、この上と下の値がありますが、カカオはですね、このどちらにも低下させる、血圧を低下させる効果があることが分かっています。これはもう複数の研究から分かっている、結構信頼性の高い科学的な根拠のある話なんですね。というのもですね、このチョコレートに含まれている、まあそのカカオに、ね、含まれているポリフェノールという成分があるんですけども、聞いたことありますか？ポリフェノール、そのワインとかね、ブドウとかでよく聞きますよね。なんですけども、これがですね、血管の炎症を抑えてくれますので、血管を広げてくれるんですよね。炎症起きちゃうと血管というのはギューって収縮しちゃいますので、これがですね、炎症が収まることで
じわじわとこの広げてくれるんですよ。でその結果ですね、血流というのが改善しますので、血圧を下げることができるんですね。でこのポリフェノールの量がですね、カカオにはめちゃくちゃ多くて、リンゴにもね結構多いと言われてるんですが、リンゴの 3.8 倍入っていて、で赤ワインもねポリフェノール入ってるって言いますけども、赤ワインの 4.6 倍入っています。そしてコーヒーにもねポリフェノール入ってるんですが、コーヒーの 9.3 倍もの量が含まれてるんですね。ですから強力に血圧を下げてくれる、安定してくれるという働きがあります。だからカカオというのはですね、まあ、カカオを使ったそのチョコレートとかはね、本来はすごいものなんですよ。すごい健康感のあるものなんですね。でまた他にもですね、ポリフェノールに抗酸化成分がありますので、動脈硬化を予防してくれたりだとか、髪や肌を、ね、きれいにしてくれたりだとか、アレルギーの発生を抑えてくれたり、脳を活性化したり、便秘を解消してくれるなどのいい効果が期待できるんですね。だからね、これ聞くとやっぱりすごいなと思いますよね。カカオってチョコレートって健康的にいいんだなと思いますが、まあ反対の作用もあるんですよ。これがチョコレートになるとね。でチョコレートになると、そのどうしてもこの甘くしますから、少なからず砂糖を使いますので、この砂糖というのはですね、取りすぎることによって糖化という反応を起こしてしまいます。で糖化はですね、体の中で老化をね促進する作用がありますので、肌とか髪の張りとか艶が失われてですね、見た目に老化が進んでしまったりだとか、動脈硬化を進行させて脳血管障害とか心臓病の原因になってしまうとか、体の中の老化も進めてしまうんですよね。ですから大切なのはカカオと糖質のバランス、選び方とか量なんですね、まあ、という話までしたところで、選び方をお伝えしていきたいと思いますが、まず健康は美容にいいチョコレートの選び方の一つ目ですね。一つ目はカカオが多いものなんですね。もちろんそうですよね。カカオが多ければ多いほどですね、カカオに健康効果ありますので、やっぱりこのカカオ分が多いほどいいんですよ。なのでこのカカオのポリフェノールがたくさん摂取できますので、健康効果はどんどん高くなりますし、カカオ分が多いということは、それだけ砂糖などの糖質とか他の体に悪い物質の量を減らすことができますので、健康的にも美容的にも良くなります、まあ、ですのでカカオが多いものを選ぶことがとても大切なことなんですね。でじゃあですね、どうやって選べばいいのかというと、まあ、簡単なのはですね、チョコレートのパッケージを見ていただくとですね、カカオ何パーセントとか書いてるじゃないですか。このチョコレートはね、カカオ 72% ですみたいなのが書いてありますよね。で、あの数値が高くなるほどですね、それだけカカオ分が多いですので、高いものほどいい効果がたくさん得られるようになります、まあ、ただしですね、カカオ分が多くなるほどそれだけその甘みが減って苦みが増えますので、チョコレートが好きな方にはね、ちょっと美味しくないなっていう風に感じる方もいらっしゃるかもしれません。だからね、本当はその 100% カカオの方がもちろん健康的にはいいですよね。でもそれだと砂糖は入ってませんので、とても食べられないんですよ。じゃあね、その 90% がいいのか 80% がいいのかって思いますけども、食べてみた方は分かると思うんですが、まあ、結構苦いんですよ私もちょっと 90% はね、ちょっと無理かなというふうに思いました。まあ、ですので選び方としてはですね、あなたのどこまでね、その甘みがあったら食べられるか、満足感が得られるかというところを測ってもらいたいんですよ。まあ、できればカカオ 70% 以上が理想的なんですけども、まあ、それが難しければ、少なくともカカオ 60% 以上は選んでいただきたいところですね。ちょっとカカオ分 50% になると、もうちょっと家庭悪いんじゃないかなと私は考えています。そしてもう一つですね、大切な選び方があって、それは原材料欄なんですね。で原材料欄には使われている材料の多い分から順に記載するというルールがありますので、先頭に来ている原材料ほど最も多く含まれているんです。ですからそこがカカオマスからね始まっているのであれば、健康的にも美容的にもいいチョコレートだと言えるんですけども、ここがですね、砂糖が先頭から始まっているものであればですね、これはもうチョコレートに似ている砂糖の塊ですから、もうこれだけは避ける必要があります。ですがこういった危険なチョコレートの方が多いですので、やっぱりこの選び方をね注意していただいた方がいいんですよね。なのでカカオの成分がどれぐらい入っているかと、そして原材料欄の先頭がね何から始まっているのか、カカオから始まっているのか、砂糖から始まっているのか、ここを見る必要があります。そして健康や美容にいいチョコレートの選び方の2つ目ですね。2つ目は植物油脂が入っていないことです。で意外なことにチョコレートには結構ね油が含まれているんですよ。チョコレートに油の感じなんてしないけどなっていうふうに思われる方も、多いかもしれませんが、チョコレートの滑らかな食感を実現するためには、
かなり油が必要なんですね。これは油がないとですね、チョコレートってもうボソボソした感じですね、あんまり美味しくないんですよ。その滑らかな口どけっていうのは実現できないんですよね。でそこで使われるのがカカオから取り出した絞り出した油のカカオバターなんですが、もっともっと安くしたいというふうにメーカーはやっぱり考えますので、そこで使うのが植物油脂なんですね。で植物油脂っていうのはまあいわゆる油なんですけども、例えばねサラダ油とかよく使われがちですね。でこのサラダ油はね、もっと細かく言うと大豆油であるとかコーン油などの安い油を使っているんですよ。でこのような安い油というのはオメガ6脂肪酸といって、多くの人が摂りすぎてしまって体調を崩してしまっている油ですので、油のバランスをさらに崩してしまってさまざまな健康被害を作ってしまうんですよね。でしかも大豆油とかコーン油はですね、遺伝子組み換え作物を使っている可能性が非常に高いですので、まあ、このねわざわざその植物油脂書いているのに、これがその遺伝子組み換えてない油を使ってますとか書いてるところってなかなかないんですよ。まあないと思います。まあですのでより危険性が増すんですよね。ですから原材料欄を見ていただいて、植物油脂が使えているものはまあこれはもう避けるようにしてもらった方がいいと思います。そして健康や美容にいいチョコレートの選び方の3つ目ですね。3つ目は小麦粉は入っていないことです。まあね、その純粋なチョコレート、板チョコとかにね、その小麦粉は入っていないんですけども、例えばですね、クッキーとくっついているものであるとか、キノコやタケノコのね、その形をしたものであるとか、あるいはそのチョコレート、チョコクッキーとかもね、あるじゃないですか。まあこのようなその、何かそのチョコレート以外のものが入っているものというのは、この小麦粉が使われていますので、これはやっぱ避けた方がいいなというふうに私は考えています。でこの小麦粉がね、なんでいけないかっていうと、小麦粉として使われているものは、精製した白い小麦粉であることがほとんどですので、まあ、この例はその白い小麦粉って、まあ、ほとんど糖質なんですよ。なので、まあ、その糖分を取ってるのと一緒ですから、砂糖以外にも糖質が入っていることですから、まあ、よりね、その太りやすくなってしまいますし、老化も進めてしまうんですよね。そして病気もなりやすくなってしまうんですよ。そして小麦粉はですね、体調に溜まってきて、消化不良を起こしてしまって、腸に穴を開けてね、炎症を起こしてしまって、様々な健康被害を作ってしまいますので、やっぱりこの面からね、小麦粉っていうのは、できるだけ使用量を減らした方がいいんですよね。まあ、なので、まあ、こういったその小麦粉を使っているチョコレートというのはできるだけ控えてもらった方がいいですね。そして健康や美容にいいチョコレートの選び方の4つ目ですね。4つ目は人工甘味料や食品添加物に使われていないものです。で最近はですね、砂糖などの糖質を摂ると太ってしまうことに気づいてきた方が多いですので、消費者がねやっぱりそういったことに気づいてきましたので、女性の方の中にはですね、チョコレート離れをする方も多いんですよね。太りたくないからとか、綺麗でいたいからということで、このチョコレートをねやっぱり控える方が多くなってきたんですよ。でそこでメーカーが考えたのは人工甘味料を使うことなんですね。で人工甘味料を使うことで糖質は入っていないですから、糖質オフという書くことができるんですよ。まあそうでありながら甘みをつけることができますので、イメージ的にいいんですよね。しかし人工甘味料は実は太りますし、いずれ糖尿病になってしまうリスクを上げてしまいますので、できるだけ避けるべきものなんです。でそれはですね、砂糖よりもリスクが高いんですよね。ですから原材料欄に人工甘味料の記載があるであるとか、まあ、よくわからないカタカナのものが入っている場合はね、これは人工甘味料であること可能性がありますので、まあ、これはやっぱり避けていただいた方がいいです。またチョコレートに使われている食品添加物もあるんですが、これは乳化剤といって材料がね混ざり合いやすくするものと、香料が入っているものが多いです。まあ、しかしこの2つは、まあ、避けることがなかなか難しいものなので、まあね本当は避けた方がいいんですけども、ほとんどやっぱりこれで入ってるんですよ。まあ、だから避けられたら避けた方がいいですが、まあ、避けられないんだったらもう仕方ないかなというところもあります。まあ、しかしですね、その他にもね食品添加物を使っていることも多いですので、例えばねその着色料であるとか、あるいはそのチョコレートのねケーキだとかクッキーだとか、まあ、いろんなそのチョコレート以外のものがね入ってくると、まあ菓子パンとかね、まあ、様々なこの食品添加物が増えていくんですよ。で食品添加物は発がん性のあるものとか、子どもの危険を招くものだとか、またそこまでいかなくてもですね、健康被害を作ってしまう危険性が指摘されていますので、できるだけ避ける必要がありますね。ですから、まあ、人工甘味料であるとか食品添加物はね、やっぱりできるだけ避けていただきたいものです。まあ、ということでね、健康とか美容にいいチョコレートの選び方の4選をお伝えしましたが、あなたのいつも食べているチョコレートはいかがだったでしょうか。でチョコレートはね、正しく選べばいい効果もありますが、それでも取った方がいいというものではなくてですね、あくまでもおやつとして、嗜好品としてたまに取ることがおすすめです。ですが、間違ったチョコレートを食べ続けることが最も健康的にも美容的にもリスクが大きいことですので、ぜひ今回の選び方を参考にしていただいて、あなたのチョコレートのね取り方を考えていただければと思います。でまたですね、食品添加物や小麦粉とか人工甘味料のね危険性について詳しく知りたい方は、別の動画で詳しくお伝えしていますので、下の説明欄にねリンクを貼り付けておきますので、そちらからご覧になってください。今回の内容がね、その動画でねなかなか分かりにくい
かったという方はブログでもねその文字でも書いてますので、下の説明欄のリンクからねブログの方もご覧になってください。もし私の生体院とかサポート付きのファスティングにご興味ある方は下の説明欄にホームページにありますので、そちらからホームページをご覧ください。今回の話が役に立った方は感想のコメントとか高評価をいただけると嬉しいです。今回の動画もご覧いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。